どうも、スイッチマンです。スーパー系ロボット対戦アルファ第65話やっていきます。前回でエヴァ関連の話が終わりました。玄道と綾波はどこに行ったんだ。エヴァに出てくる大人たちはどうしようもねえな。今回はボルテスとコンブイメインになります。ガルーダとかまだいたんだって感じですね。存在を忘れてました。あとの残った資金は、SRX をフル改造するのに使います。ボーナスはエネルギーだな。それでは始めていきます。
から話投げっち。武蔵、お前死んだはずじゃ。捨て身の精神コマンドに意地悪。ヒルムもヒュッケバインなんで使えないじゃないか。ブルンガストに乗ってこいよ。とりあえずこの2機でマクロスを守らんといかんです。敵の侵入も敗北条件になっとるな。味方が来るまでなんとかするしかないな。武蔵だけで。思ったほど動いてきませんな。では、ボルテストコンブイは、毒ガガと生前後攻撃です。上からのガルムスは武蔵で、大丈夫でしょう。勝負だ！超電磁ドラー！ワンパンでいけるかなと思ったけど、甘かった。おっと危ない！くたられ！超電磁ヨーヨー。激励で気力を上げとこう。最初からしとけばよかった。武蔵はガルムスを槍に行きます。空適応が B なんで倒せないと思う。マクロスでとどめ。確実に落としたいので気合も使います。
コンブイは生ズンゴにねじ込みます。粘液でヌラヌラになりそう。まあ滑りが良くなってねじ込みやすい。では剣一宇治はハイネルに向かいます。敵のターンはカット。今回はシーラ様のレベルを上げて復活を覚えさせます。確かあと少しで覚えるはず。すげえタイミングで具合悪くなるんやね。公認のリアルだとちょっとイラつくね。敵も基地に近づいてきてるんで、再クラッシュで一掃します。行け、再クラッシュ。あとはガルーダ側とハイネル側に部隊を分けます。ハイネルはフラグを満たしてるんで剣一宇治で説得可能。まずはスカーループを破壊します。覚醒やらなんやかんや使ってとどめ。行くぜ天空剣。このままハイネルを説得します。資金欲しいので、本当は倒したいんですけどね。でもそれは、あまりにも過ぎる。説得だけで行動終了はもったいないので、期待使ってもう一度、覚醒使います。では説得。
すぐ兄さんって呼べるのすげえ。俺には無理だ。ちょっと恥ずかしくて、ハイネルさん、とか呼んでしまいそう。では、残りのボア残分を始末していきます。残党狩りのジャック。HP1 万前後の敵は、ミーに任せなさい。あれ？月面の空って宇宙扱いだっけ？まあ、たまにはこういうこともあるさね。ではボア残分を今度こそ始末します。なんだかんだで、このジャンジャルって人は常識人でしたよねー。もっと上手いことやれば、ハイネルごとこちらに引っ込めそうな人ではある。実に惜しい人物。よし、次はキャンベル軍。バルマー軍の連中が邪魔ですね。片付けてしまおう。まずはサイコブラスターで削ります。では幸運使って倒していくとします。よし、ジャックも行きます。あれ？今日は調子が悪いです。グラビティウォールって軽減系のバリアじゃないんですけどねー。1500以下のダメージを無効化するだけ。月面の空は宇宙扱いかもしれん。ほんじゃ、残ったのをサイフラッシュでいっそうです。最近、サイフラッシュの頻度がすごい。まあ、その頻度のおかげで頻度が多少改善されてるのも確か。
マンマミーヤ。ミーヤも倒してしまった。あとエゼキエルが一機残ったし、ガルーダも増殖しとるし、とりあえずミーヤをガルーダより先に倒すと熟練度もらえるので、よしとしときます。まずはエゼキエルからです。弱ってる敵には無類の強さを誇るテキサスマ。3度目の正直。ではビッグガルーダを始末していきます。何機か残して、シーラ様の復活の儀式を始めます。まずは、藤原特殊派で1機ずつ行きます。では儀式を始めよう。まずはサイコブラスターでフィールドを桃色にします。必殺サイコブラスター。生贄には羽をむしったビッグガルーダ。血の悪い妖精の祈りも捧げます。
らせてはなります。そうよ、あんな奴にやらせるもんですか。なんだと、こんなことで。生贄は一体では足りないようです。もう一度。落とすのです。何としても。そうよ、落としちゃえ。なんだと？こんなことで。シーラ様復活、覚えた。シーラ様復活、覚えた。ってことで、茶番は終わり、残りを始末していきます。始皇剣、ザインナコア。最後はコンブイで引きます。月面にシミを作ってやろうじゃないか。なんか後味悪いな。引いた後だし。
ライバルポイントが溜まると、イルムが仲間になります。適正力もだいぶスッキリしてきました。あとはティターンズの残党が残ってたな。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。